はい、どうも皆さんこんにちは。今日また素敵なゲストを呼んでます。まあ、前回前の動画も出ていただいたんですけど、また自己紹介がいきます。はい、ポッタークロスフィットでボディケア担当してますケンです。よろしくお願いします。ケンジさんはもともとメジャーリーグの選手とかについて、そういうトレーナーやってたんですよね。はい、で、日本の球団とかにも、なのでもそのプロの野球選手とかはめちゃめちゃ見てきた方なんですけど、これちょっと専門家に聞きたかったのがあるんですよ。はい、でこれケンジさんにも僕何話すか何も言ってないです。はい、ドキドキします何でしょう。はい、で、クイックリフト、スナッチとクリーン、これは野球選手はやった方がいいのかやらない方がいいのかっていうのを、そういうトレーナー目線で意見を聞きたいですね。でもちろん多分これは、ストレングス、なぜかというとストレングスコーチもいれば、そういうトレーナーさんっていう方もいれば、いろんな意見があるわけで、間違い正解っていうのはないと思うんですよ。全意見は、多分もう正解不正解ない中で、これはもう逆にケンジさんはそういう経験をしている中で、クロスフィットの環境を見ていて、こういうのはクロスフィット、野球選手はスナッチとかクリーンをやった方がいいのかやんない方がいいのかとか、絶対どういいやった方がいい、絶対どういい、素晴らしい。はい、ポイントというと、やっぱり野球も瞬発的な一瞬のスポーツの連続だと思います。一瞬で物事、勝負が決まる、スナッチ、パークリーンも一緒だと思います。なのでそこの一瞬で、力を発揮する、最大筋力を発揮できるような準備、トレーニングが確実に必要だと思います。なるほど。はい、プラスなら野球に関することを言うと、技術練習、ボールにバットを当てるという技術練習は確実に必要だと思います。プラスアルファ、そのボールにバット、失礼、バットにボールが当たる瞬間に最大筋力を出せる準備、これが必要だと思います。なるほど、なるほど。じゃあもうその確実にそのクイックリフトやったら、多分野球のパフォーマンスにつながるっていうことですよね。そうですね。そうです。確かにその瞬発系とか、やっぱあれは結局体を使って、うまく使って瞬発力、スピード、パワーを加えて、うまくできるっていう。そう。で、多分また野球もそうですね。僕もまた元々野球してたんですけど、やっぱりそういうスキルプラスそういうパワー、ストレングス、合わせてやっぱりパフォーマンスで上がるので、やっぱクイックリフトもやっぱできた方がいいとは僕も思います。クロスフィットの考え方でトレーニングとプラクティスとの違い、この技術的なものと基礎筋力的な基礎体力的な部分両方やっぱり必要だと思います。でスナッチ、クリーンっていうのはその両方を鍛えられると思います。それが野球の技術、野球のスポーツに還元はできると思いますし、ただ注意してほしいのは重さだったり技術不足のまま、その悪い動作を繰り返してしまうことがまた違う怪我を生んだり、オーバーヘッド動作なので、うまくできる方がいいですに越したことはないですし、無理することもないと思います。ウェイトリフターではないので、野球選手なので、オーバーヘッドの動きがスムーズにできた方がよりいいと思います。技術にも生きると思いますし、けども無理してやる必要はないと思います。そうですね、結局はやっぱりあれですよね、そのちゃんと指導されて、ちゃんと綺麗なフォームでちゃんとできる可動域があれば絶対いい、いいと思います。はい、それがやっぱそういう指導者がいなくて、でその準備できる筋力もなくて、可動域も足りなくて、でやるとやっぱそれが怪我のリスクと考えます。はい、なるほどなるほど。で逆にこうどういう人が、じゃあちょっとピンポイントで野球選手だったら、どういう野球選手はこうあまりやらない方がいいとかありますか？一つ今分かるのは、怪我がある人、現在肩の痛み、オーバーヘッド手を上げた動作で痛みが出る人、もしくは腰に不安がある人だったら、下半身もそうですね、何かしら今現在怪我をしている人、痛みがある人、不安がある人は、やらない方がいいと思います。怪我されてると、何してもちょっと怖いですもんね。何しても怖いっていうのがありますね。
スナッチとクリーン、まあ、多分いろんな意見あると思いますけど、やっぱスナッチとかだったらこう上に持ってきて、必要ないとか言うと思いますし、手首をこういう角度になるので、その必要ないっていう意見もあるじゃないですか、多分世界には。こうそういうのを、そのスポーツやらない人とか、手首の負担が大きすぎるよっていう多分意見もあると思うんですね。それも正解かもしれないし、不正解かもしれないんですけど、それはどう思いますか？個人的に言うと、こうやるべきだと思います。この動き、実際自分がやって、ある程度の負荷がかかって硬さを感じることができる、もしくはストレッチを感じることができる、手首なり、背中なりに、なので、あ、自分の可動域ってここまでなんだ、もうちょっと、もうちょっといけるんだとかっていう感覚が得られたんですね。特に前腕の張り、技術的にバットとかボールとか握ったりするので、前腕が張ったりするんですけども、はい、そのストレッチも加味してクリーンキャッチする動き、硬さを感じるんであれば、そこのストレッチをするべきだと思います。なるほど。もしオーバーヘッドの感じだと、オーバーヘッドの動作からボールを投げたりするので、その安定性、強さ、キャッチ、しっかりここでキャッチができたり、重いものを支えられる、その動作、安定性があれば、ボール、バットをしっかり振れるんじゃない、操作できるんじゃないかという意味で、オーバーヘッド、クリーンもスナッチも私はするべきだと。なるほど、素晴らしい。ある意味、そのアセスメントの動作としてもメッシですね。はい、確かに、まあ、オーバーヘッドスクワットを、だから普通のプラスチックの棒とかでやって、アセスメントしますので、そういう、スクリーニングっていうか。そうなんです。自分は、両方に使ったりするんですね。股関節、伸展筋の硬さを見るために、トーマステストを、膝抱えるんですよ。トーマステストがあるんですけど、それをトーマスストレッチとして、実際に、セリズをするので、スクワットも動きを見たいときにも使いますし、アセスメントするときも使いますし、トレーニングとしても使います。そこで足首が硬い、まず硬いっていうのも見るし、体幹が弱い、後背筋、背中の筋が弱いっていうのも見ます。やっぱり実際はこうアメリカメジャーの球団とか、結構こうメジャーの球団と例えば日本の球団比べたときに、やっぱ筋トレっていうのは全然違ったんですね。その時代の流れの時差かもしれないです。ウェットトレーニングの流行りの時間差かもしれないですし、私はその時に属してたところの経験、その時に一人しかいないので、単純な比較対象ができないので、なんとも言えないんですけども、ハーリートレーニングとか、野球の技術とかに関しては、アメリカから来ることが多いと思うので、その、やっぱりアメリカから来るまで来て定着する時差を感じることはあります。なるほど、なるほど。はい、そうです。なので、ウェットトレーニングも、あちらの方が、アメリカの方が進んでる気がします。ただ情報がこんだけ、溢れてる世の中なんで、ある球団だったり、ある選手だったりっていうのを、そういうのを観点で見ると、もう最先端を持ってる方、最先端を持ってる球団、最先端を持ってる選手っていうのはいると思いますけども、社会全体で見ると、やはりアメリカはフィットネスレベルというか、トレーニングレベル、発信っていうのは早いんじゃないかな。確かに、まあ、本当クロスフィットでもそうですけど、やっぱ情報が日本ではまだまだ少ないですね。もともとそれが理由でこの YouTube を始めたんですよ、僕は。結局、まあ、海外の情報、まあ、僕もうラッキーなことで、まあ、英語を読めるんですけど、そう、海外の情報とかをやっぱ僕が個人的に調べるのは全部海外の情報なんで、まあ、英語で読んだりとかなっちゃうので、やっぱ日本だとあんまないんですよ。ちょっとこうちょっとだけ遅れてるんですよ、言葉のバリアはあるの。はい、でも面白いですね、やっぱりそういう、今後でもやっぱり野球っていうスポーツの中、そういうスーパーハイスキルスポーツにやっぱりこうトレーニングを組み合わせていく時代にもなってきてると思うので、そこからどんな化け物が出てくるかっていうのは、めちゃめちゃ楽しみです。そう思います。もっともっと、いわゆるアスリート、野球界の中にも、純粋なアスリート、ボクシングも、言葉が
表現が正しいかどうか分からないですけども、こうワルをしてたすごい身体能力の深い人たちがボクシングの道に行く。ただ今のこう若い方たちはボクシングをしてアスリートとしてトレーニングをしてすごいボクサーになる、この作り、はい、野球も同じで、日本で一番ポピュラーなスポーツだった野球、若い子、ちっちゃい頃にスポーツをするとしたら野球かサッカーか、今だと、一昔前だとやっぱり野球が一番多かったんですけども、うん、その厳選された子たちがプロとなり、高校野球よりプロになり、っていう人口が一番多いっていうか、ただ今は細分化されて、多様化して、いろんなスポーツがプロ化になったり、海外も年に、海外にも行けるようになって、時代が変わって、より野球もアスリート、考え方もそうですし、食事もそうですし、トレーニングもそうですし、技術練習もそうっていう、いわゆるアスリート、まあ、野球選手が今後持ってるんですね、はい。総合的にアスリートっていうものが、はい、野球を選んでやっているっていうことです。それはまあちょっとこの10年ぐらいですごいことになるかもしれないですよね。本当にやっぱりそのトレーニングブームがやっぱ日本に来てる感じがするので、それがどれだけこうアスリートとかに伝わって、で、まあ、うまくやっぱ指導者がいて、そういうアスリートがちゃんとやってるかっていうのもまあ見れて一番いいですけど、いや結局間違った動作でやっちゃうとやっぱり気が強いリスクがありますけど、本当にそう思います。そこを私今年40になる年ですけども、やっぱり自分の高校時代にオーバーヘッドのスナッチだったりクリーンだったりのトレーニング、ウェイトトレーニングしっかりできてたかと言われたらそうじゃないです。本当にちょっとした下げたウェイトがあってバーベルがあって、それをみんなで高校に使って、しかも合間の時間にやると、そういうものが主流だと思います。それ以外はやっぱりボールを打つ、走るっていうのが多かったですね。それもやっぱり時代が変わって、これだけ情報がいっぱいあって、その中の取捨選択で技術トレーニングとウェイトトレーニングをした方がいいんじゃないかということを言われ始めたので、選択肢が増えて迷うこともあると思いますし、ただいい選択をすれば効果も出るんじゃないかと思います。まあ何が正解か分からないですからね、それがまあ面白いところっていうか、まあフィットネスとかトレーニングのグレーゾーンでもあるんですよ。絶対やんない方がいいよっていう人もいれば、絶対やった方がいいよっていう人もいると思うので、これはまあ本当、まあ、いろんな意見があって、いいと思います。アスリートがどれを選ぶかは自由なんで。いや、本当にそう思います。そのライバルに勝つために違うことをするのも手だと思いますし、確かにそうです、はい、何が正しいかっていうのは分からないですけど、結果が全てかなと思います。人の体の大きさに関しても、飛距離に関しても、スピードに関しても、それが自分が目指したいべき、積みたいべき道であるって、その結果であれば、得られたものがそれであればいいと思います。なりたい自分になるために何が必要か。まあ、そのクイックリフト、クリーンとスナッチ、正しくできるこの学べるところが知ってるんですよ、僕。このチャンネル、このチャンネル僕教えてます。クリーンとスナッチ何回も動画出してるんで、そちら気になった方はぜひ、まあ、この動画も高評価ボタンとコメントとかも残してください。で、チャンネル登録を残してください。チャンネル登録してくださいか。したら僕のそのクリーンとかスナッチ、まあ、僕なりの情報ですけど、わかりやすいと思います。ちょっとでも、まあまあ、もうただ見て真似するよりは、多分、うまくできてると思うので、いや、うまいと思います。昨日私もスナッチ学びましたし、わからない場合は質問しても大丈夫です。もちろんです。僕の、まあ、コメントとか残してくれたら、僕ちゃんとコメント読んでます。一応でなるべく返してるんですけど、なのでぜひコメントとか残してください。あとケンジさんのインスタもこちらに貼っとくので、ぜひ見てください。もう本当ボディケアのスペシャリストですし、野球でもそういう野球選手すごい見てきてるんで、そういう系の質問もあればぜひ聞いてください。私の分かる範囲、経験してきた範囲では、で分かる範囲があればお答えさせていただきます。はい、またお願いします。ありがとうございました。